おはようゴンザレス・パラレルです。さあ、2017年、ソフトバンクが日本一になりました。そこで5年前を振り返ってみたいと思います。5年前のホークスも強かったということで、まずは秋山監督からスタートです。はい。新垣がいますね。裏面はこんな感じですね。で、36種類に銀紙版があります。はい。で、50枚限定のパラレル版があります。これお隣ですね。はい。そして岩崎が今年ブレイクしましたね、中継ぎで。いい働きでした。はい、摂津の50枚パラレルですね。綺麗ですね。岡島もいますね。キャッチャーですね。山下八継とか細川とか山崎ね。こんな感じになってます。はい、小久保ですね。明石もいますよ。本田です。市川もいますね。こんな感じになってます。ホームランは2011年12本しか打ってませんね。ただ、打率は3割3分8厘みたいですね。はい、そしてこのページすごいっすよ。田村のパラレル。そして、長谷川。ね、キャプテンのパラレルがあります。どんどんいきましょう。はい。はい、まず、千賀ですね。これ、育成で、この年、まだ2年目かな？ルーキーマークがないので、2年目ですね、千賀は。ここら辺はもう、全部3桁の選手ですね。背番号3桁ですね。牧原がもう1、2年して1軍でバリバリとやってもらいたいですね。そしてこんなニューカマーカードもありますね。アメリカンチックな。これは、フォアシとペニー。で、岡島と、こちらは、誰だろう。見てみましょう。ペーニャでしたね、ペーニャ。そしてこっちが、インサートカードになります。まだ小久保もいる時ですね。はい、市川もいますよ。で、これはパラレルなんですね。ヒーローの文字の部分が光ってるんですが、ちょっとわかりにくいですね。さあ、お待ちかねのサインいきますよ。はい、まず牧原ですね。金沢。で、加山ですね。今年ね、ブレイクしましたね。ファルケンボーグ。そして日本シリーズで2度も刺した。ね、二塁タッチアウト。キャッチャーの、高谷ですね。で、松中が当てたんですよ。これは嬉しかったな。で、明石。マスコットもいます。はい。で、一番目玉なのは実は、これです。金サイン入りパッチですね、松田選手の。これ20枚限定です。この部分が盛り上がってていいですよ。はい、
以上です。ご視聴ありがとうございました。来年はヤクルト優勝するぞ。おー。